はい、これはカナダのマニトバ州ウィニベグに住んでいる BT さんという方によって撮影をされ、そして投稿されました。友人と二人で映画エクソシストを見て、その後にスマホでゲームをすることになったんですね。この写真はそのゲームをしているところを撮影したんです。2枚連続して写真を撮ったんですが、その1枚にこのような恐ろしい顔をした生首が映り込んでいたんです。しかも前方の光を放つ人影もとても不気味なんですね。これはこの場にいた幽霊が映ったものなのでしょうか。これはアメリカのフロリダ州ブルックスビルにあるメイストリンガーハウスというところで撮影をされました。158年の歴史を持つこの建物は現在歴史博物館になっているんですね。この部屋にはさまざまな戦争の遺物が数多く展示されている小さなスペースのミニタリールーム、ここで撮影をしています。心霊研究家のボニー・ルトゥールノーさんによると、ミニタリールームはですね、家の中で最もアクティブな幽霊がいる部屋とのことなんですね。写真の左の上部を見てください。なぜか黒い影が覆っています。おそらく死神のような霊体の一部が映り込んだものだと思われます。ここでは時々シャドーゴーストが目撃されているんですね。映画シャイニングの舞台になったスタンリーホテルは怪奇現象の多発するホテルとしてとても有名なんですね。ですので多くのゴーストツアーが企画されています。私も過去にここで写った多くの心霊写真っていうのを紹介しているんですけれども、今回のものはレストランの窓に写った心霊写真なんですね。ドアの近くを漂う白い霧状の物体が捉えられています。子供または動物の幽霊のように見えるんですね。ここではこのようなものが撮れてもおかしくない場所なんです。この写真はアメリカのカリフォルニア州ベンチュラのバードマンションというところで撮影をされました。廊下の突き当たりのガラスのドアの前に白い霧状の幽霊が立っているのがわかりますね。このマンションがバードマンションと呼ばれているのは上院議員のトーマス・バードがかつてここに住んでいたからなんですね。おそらくこの幽霊はバード上院議員ではないかと言われているんです。この写真をよく見てください。ごく普通の風景写真に見えるんですけれども、木の割れている部分にきちんとした服装、清掃をしている男の霊体が映り込んでいます。目、鼻、口もはっきりとわかりますし、服装も古い時代のものだとわかりますね。これは木に住み着いている霊体が現れたものではないでしょうか。これは2006年にノースカロライナ州のリンカーン郡庁舎に設置してある防犯カメラの警備映像のキャプチャー画像なんですね。部屋の奥でメモを取っている幽霊のような女性がいるんです。この写真はかなり有名なものなんですけれども、この女性の姿が映り込んだので、警備員は確認をしにこの部屋に来ましたが、その時には女性の姿は確認できなかったんです。この裁判所はですね、幽霊が出るという噂が長い間続いてて、夜になると足音が聞こえたり説明できない音が響き渡るそうなんです。